はい、はい、お久しぶりです。お久しぶりでございます。はい、冬さんと喋るのも久しぶり。そんなことはねえか。結構頻繁に喋ってるかもしれない最近は。そうですまあ一時期と一頃と比べるとよく喋ってる気もしますね。あの本当にイサナというグループ、なんていうか交流がないグループでね、喋らないんですよお互い全然で、特に MC 冬という人間が通話があんまり好きじゃないみたいで。そうですね基本的にはなんか基本あなた一人が好きよね。うん、まあでもそのそ楽しい話ができるんだったら好きなんだけど、うん、あんまりこうなんかなんつうの最近どうみたいな話ってあんまりしたくなくて。あ、そうなの。うん、それはなんか理由があって。トラウマ。いや、あまり面白くなくない単純にまあそう言われたらそうだけど、うん、いやそれだったらなんかなんつうの、自分がスーパーヒーローになったら超能力何持ちたいとかいう話を延々できる相手だったら楽しいよね。うん、俺としようよその話してきたよね、うん、これまでしてきたからの10年間があるということです。これも撮る前だいぶ喋ったもんね、はい、僕が元気を出すまで。そう、なんか冬さんが最近全然元気がなんかすっごいしょんもりしてますよね。ずっとしょんもりしょんもり、ね、タオル丸めちゃうよって。うまくいかないからね。うん、そうですか。なんかちょっと元気出す方法を考えます、うん、そうね、うん、まあなんて言うんだろうな、楽しくなりたいよね今。楽しいことを、うんうん、こう探してる状態というか、うん、絵を描くのとかラップするっていうことが、うん、ちょっとこう宿題じゃないけど、うん、あんまり楽しめてない時期に入っちゃってるから、うん、まあ仕事ですわな言うたら、ね、それをこうどうにかして直さないとちょっとまずいなっていうのがあるので、うんうん、楽しい。まあ私あの人生すごい楽しい組なので、うん、僕もね基本的には生きてるだけで楽しいんだけど、うん、なんか楽しいこと、ま、そんな冬さんにおすすめのねコンテンツがあるんですよ。何ですか。オンライン英会話っていうのがあってあ、それ楽しめてるんだマークさん。それ俺めっちゃ楽しい。いいね、超楽しい。あのまあなんか具体的なコンテンツ名を挙げると良くないかもしれないので、うん、まあオンライン英会話ですわ。それ先生は外国人の方なの？日本の方？そうですね。外国の方も日本の方もいらっしゃって、基本は外国の方が多いかな。俺が夜にやることが多いんで、うんうん、でね、まあ喋るわけですよ。20分か20、30分間ぐらい。うんうん、で、ハローっつって、Can you hear me? とか言われて、うん、I can hear you とかって、うん、It's great! みたいな会話があって、うん、で、俺も全然喋れませんよ。うん、喋れないけど、これ自分の、考えとして、うん、コミュニケーションする上で大前提って相手の話が分かってることなんですよ。うん、だから、聞く力が一番大事だと思ってて。そうだね。うん、相手の話聞けてないと何喋っていいかも分かんないから、うん、でね、これが一番大変やっぱり未だに、うんうん、やっぱ聞けないんですよ相手が喋るスピード速いと、うん、もう一回言うてちょうみたいなのを何回も言っちゃって申し訳ねえなとか、結構用意していくことがあって、うん、こういう話今日こういう話持ってきたよみたいな、うん、でもそれがあんまり講師の人にはまんなかったりもするんですよ、うんうん、でごめんねと思ったりで、うん、いろいろ喋った後に、うん、レッスンノートっつって、うん、講師からのメッセージが来るの、うん、いやそうだからさ、先に一人でさ、グローバル人にならないでって思うわ。フックとかに英語入れてきたりするじゃんあなた仮の歌えない歌えないっつっていやいやいや、だって冬さんもよく英語使うでしょ。いや使わないと思うけどな。だってウィザーラダーの人ですよ。ウィザーラダーはあれだよ、ソールドアウトがよく使ってたからウィザーラダーっていう言葉があるのかっつって使ってるだけで、知ってるっていうだけで、ね、うん、いや最近ねそれがすげえ楽しくて、いいね、
そのね、まあコメントも例えばね、なんか I really enjoy talking with you. You did well in your pronunciation とかって、うん、で continue to practice your pronunciations and vocabulary and you will get better soon. なんかもう頑張って練習したらもう良くなる日は近いよみたいなこと言ってくれるんですよ。うん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 、嬉しいと思って。いや大さじで言ってくれてんだろうけど、まあ確かに、ね、普段なんかさ褒められる機会ってあんまないからね。そういうそう、うん、のでも単純に嬉しいよな。普段が冬さんにおすすめするのがオンライン英会話。僕もね赤ペン先生を子供の頃やったことがあって、クモじゃない、はい、なんだっけ赤ペン先生のやつ、あの真剣ゼミ、あ真剣ゼミちょっとだけやったことがあって、うんうん、で返答が返ってきた時にこう赤ペンが入れられてるんだけど、うん、なんか綺麗な字でね、小学生の頃だったから、うん、あなんか大人のお姉さんが俺の相手をしてくれてるんだみたいな風に思って、ね、ちょっと嬉しかったりしたな、うん、それってなんか自分が褒められてるというよりもなんかおねしょた的なスケベ心じゃないの。いや憧れっていうかね、あの頃はやっぱり、うん、大学生の女の人とかすごい大人に見えてたから、あこうやっぱそうだよね、うん、もう先生とか行くとお母さんとかみたいなポジションになっちゃうんだけ ど、うん、ちょっと年上の人ってなると兄弟もいなかったから、うん、憧れがあったね。でも今考えてみたら、うん、中学の時に新任の先生がいたんですよ、うん、だから要は大学卒業して一番最初にこの学校に来たみたいな、20そこらやったんって思うんですよね。ああ確かにね、うん、めっちゃ大人じゃんと思って、うん、すげえちゃんとしてたんだなあの人と思って、うん、びっくりする俺26でこんなんなのにと思うわ、うん、僕そういうなんか教育実習生みたいな人が来た時も、うんうん、あんまり心開かなかったな。あわかるわかるわかる、それめっちゃわかるな。いや向こうは結構頑張ってさこう馴染もうとしてくれるじゃん、でもなんかこう子供なりになんか、うんうん、ちょっとひねててひねてでね、うん、それ小学中学ぐらいの時、うん、なんか俺の友達を取ろうとしてんのかみたいな思う、ね、考えすぎだよ。まあそんな感じで、MC 冬をみんなで元気づけていこうよ、元気づけてください。 お便りなんかいただいてるんですか、はい、いただいて、その前にね、これを言わなきゃいけなかった。はい、何でしょう。始めましょう。イサナのバモラジ。そうでした。これはバモラジでした。そうですね、はい、じゃあ、お便りいただいてます。3ついただいてます。ありがとうございます。元気出る、はい、元気出る嬉しい。5つ目、ラジオネーム、サムさん。サムさん。SAM さんですね。冬さん、マークさん、こんにちは。こんにちは。毎度ラジオ楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。突然ですがご質問です。はい。お二人にはこの人の曲もしくはリレーマイクリレーの、うん、ここのバースが感動した、ここ好きだみたいなのありますでしょうか。できればインターネットのラップだと嬉しいです。なるほどね。自分は Wi-Fi を聞いた時の衝撃が離れず、今でもダントツで好きですと、うんうんうん。今後ともお二人のペースで頑張ってください。よろしくお願いします。Outlook for iOS を入手と書いてあります。5つ目のお便り、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あこれ面白いな、あんまり考えたことなかったな。このバースが感動した、うん、なんかあります。ね、うん、なんだっけかな、同位体っていう曲がマイクリレーがあって、はいはい、同位体、はい、それの MC 冬っていう人も参加してるんですけど、あ、やばいこと言おうとしてるのこの人。よかったね、あれは。俺もそれを否定する立場にいたいけど、痛いよ、痛いけど、あのバース超いいのよ。うん、うん、最高じゃん、あのバースって。うん、ちょっと。歌って今いいやめてください。真面目に言うと、うん、例えば昔 RAP48 っていう48人のマイクリレーがあったりしたじゃないですか。うわ懐かしいね、うん、
それのね、あの MC 全員ぶっ殺すさんっていう人がいて、うん、いたね、うん、結構みんな仮名を使って参加したりするんだけど、うんうんうん、MC 全員ぶっ殺すさんのバース良かったね、うん、うん、ホルダーってあれが不思議なラップでぶっ殺す不思議なラップでぶっ殺すってやつね、あれは好きだな、ね、うん、私はあの RAP48 のね、あの、まあ、いくつかあるんですけど、RAP48 って、うん、あれでもマークって人がね、おおうるさーかったここね、助かめたったらあ、うるさい時期のね、うるさい時期のマーク、うん、まあ真面目に言うと2008年のセカちゃん年末マイクリレーの、うん、MC ブーンさん、ヌルポさん、あーヌルポさんね、ヌルポさんは常にいいよな、常にあれは感動しました、あの今検索しても出てくると思いますんで、今の上げた2曲多分まあいろいろね私たちも聞いてるから、うん、このリレーのこのバースめっちゃ聞いたなとか、いやそれこそ正直俺はあの冗談抜きで同位体はこの質問来た時にあげるぐらいは聞いてる、聞いてる、 あのバース聞いてる、あれいいわ、うん、なんで俺あれ呼ばれてねえの確かにね、来週は2人呼ばれてんのにね、うう、俺 なんかあの時期嫌われてたのかな俺なんかそういうセンチメンタルな曲は書かないだろうって思われたのかもね、ああそういうことなのかな、うん、センチメンタルな人なんだけどね一番ね、うん、一番そうよ、一番そう、うん、なんかあるマイクリレー、これこのマイクリレー好きだなみたいな、トラックメーカーズマイクリレー、あー懐かしいね、うん、懐かしいね、うん、あれはやっぱマスターピースだと思いますね、トラックメーカーズマイクリレーいいね、うん、あとあの頃さ、あの雨天結構さんがさしょっちゅう頻繁にこう突発的なマイクリレーやってたじゃん、うん、それ好きだったな、ラップしたいですか、うん、そう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 、そう、うん、うん、懐かしいね、うん、まだ私らがワナビーだった時期ですよ、うん、うん、ラップやってない時期、うん、いい先生たちだったな、そうですね、イサーの初期の曲は韻にこだわってた曲が多かったですからね、うん、この間2人で久しぶりに聞いたけどさ、マジで何言ってるか分かんなかったもんな、分かんなかったことなんだ、うん、なんかよく分かんないって言ってますあとあのアカペラがでけえっていう、うん、なんか冬さんのバースに俺がかぶせてるんだけど俺の声の方がでけえみたいなあったね、あったね、懐かしい、ということで、こんな感じで回答いかがですか、ね、もうちょっとね僕がほろ酔いでなければ、うん、もうちょっと記憶を遡れたかもしれないんですけど、うん、とりあえずこんな感じで、こんな感じで、はい、うん、じゃあ2通目来てますんで、はい、ありがとうございます、これあの疑いがあるんですけど、はい、まあ読みますね、はい、投稿者名まるさん、ひらがなでまる、まるさん、まる、こんばんもは。こんばんもは。バモラジ楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。お便りを送るにあたってお二人に話してほしいことめちゃめちゃあるなぁと思い、一つに決められなかったため、トークテーマとしていくつか挙げさせていただきます。うん、使いやすいところだけ切り取ってください。気分の乗りそうなテーマがあれば幸いです。うんうん、1、ゲーム。自分もゲームが好きなので第1回のお話以上に自由かつ存分にゲームを語ってほしいです、それはもう自由かつ存分に、うん、2、ハンドルネームの由来、キャッチーで覚えやすく親しみもあってかっこかわいいスーパーハンドルネーミストのお二人の名前の由来をお聞きしたいです、過去のラジオなどで話されていたら申し訳ありません、ハンドルネームね、3、リスナーについて、うん、ももクロさんだとモノノフ、モノノフっていうんだ、サカナクションならこれウオタミって言うんですかね、キズナアイさんならキズナホー、ね、ファンに名前がつくのも一般的になりましたが、うんうんうん、イサナを好きな人たちバモラジを聞いてる人たちに名前をつけるとしたらどうなりますか、あ面白いねそれ、うん、ラップについて、ラップがめちゃうまいお二人ですが、
押印やフローの技術論的な話、ラップにするにあたってのポリシーなどをお聞きしてみたいです。かっこ、うん、そういうのをあけすけに話すのはダブルコーテーション、違うな、違うにダブルコーテーションです。と、しらけさせてしまったらすみません。5、無人島のお話。過去に TM ボックス M キューブで配信されていた、イサナの1370チャンネルで、アルバム10個無人島に持ってくならどうするっていう話をしたんですよね、昔ね。うん、はい、その部分がずっと記憶に残っていて、どんなアルバムが上がっていたかは覚えていないので、たまに考えてムズムズしていたんですけども、今、同じテーマで話すならどうなりますかと。うんうんうん、長くなりましたが、ラジオを聞きながら、イサナのアルバム楽しみにお待ちしております。お二人の健康、ご多幸、ポカポカ、やりたいことが全部やれるエネルギー、お肉食べ放題、頭上から金銀財宝が降り注ぐことを願って、私からのお便りとさせていただきます。おい、MC 冬。え？やったな。なんですか、急に。やったな、お前。え、やったろ、やったろ、やったっていう、なんですか、これ送ってきたろ自分が。送ってないですよ。理想のこんな女の子いたらいいなみたいなのを送ってきたろってね。ちょっとそのよくできすぎてるというか、うん、理想のリスナー像に近いですけど、いや違います、違います。だってマルって名前でしょ。マル、タオル丸めちゃうじゃねえか、タオル丸めちゃうじゃねえか。だからやんないって、そんなわざとらしい。僕だったらもっと巧妙に隠しますよ。あ、まあ、だってあれでしょ、なんかよくわかんないドメインから来てるんでしょ、どうせなんか G メールとかじゃない。なんかこれまあ、あの一部だけ言うと、水蔵って読めるんですけど。おお、水蔵は私が漫画で描いた作品、描いてますよね。まあ、一部だけなんで、わかりませんけど、水蔵で投稿者名丸で、一番私が気になってるのが、そういうのをあけすけに話すのはダブルコーテーション違うなのところなんですよ。MC 不要ですよね。やるけど、うん、この送ってくれた人はこんなことで言い争ってほしくないと思ってると思うよ、絶対。違います、違います。違うね。違います。ありがとうございます。ありがとうございます。非常にいいお便り、二人とも、はい、もう素敵なお便り送っていただいて。ただ、1個、2個、3個、4個、5個といっぱい、うん、送っていただいたんですけど、どうだ、ラップについて話すか？ラップ最初に？実は、ラップについて話すの好きだもんね、二人とも。意外とね、なんでみんな僕たちのこの技術を分かってくれないんだみたいなところあるもんな。まあ、でもそういうこと話す。僕はね、韻を踏むにあたって理想の韻律っていうものがあって。ああ、なんだそれ。ネジを締めるイメージっていう歌詞が僕はこういう時出すんですけど、例題として、はい、ネジ締めるイメージっていう、この踏み方、ネジ締めるイメージ、まあこうなんて言うんでしょうね、はい、こうサンドイッチしてるというか、うん、短い文節の中でサンドイッチして、あんまり僕こうバカ正直に小説のお尻で踏むっていうのはあんま好きじゃなくて、まあまあそうね、うん、できれば何回もこう小説の中で引用スイッチしながら、耳に気持ちいい音を作りたいなって思ってやってるかな。うん、私もまあそうで、まあ今度リリースされるイサナのアルバムから私のバースちょっとラインを引っ張ってくると、俺は覚醒器片手に語ってるから逆手に聞きに帰ってきてくれよみたいなライミングとか、うんうんうん、港から港見た君の姿、水面の波間には何がついてたか、つかの間のメモリー、んじゃピースアウト、グッドラック、またいつか、みたいな。もう、どこでライムしてるとか、そういうのも、良くないって。どこで踏んでるとかも、こことここがいいんです、みたいなのも、良くないっていう
そうそうそう、あのそうそうなんだよな。かっちり別に母音を合わせる必要はマジで全くないと思ってるよね、二人とも。そうですね、僕もあれ好きだよ、みなもっていう言葉好きで。ああ、そうなんですか。そう、みともで、うん、あの子音が M だからもうすでに踏んでるように聞こえるんだよな、みなも、みなも、みなも、なも、あの美音なんで、うんみなも、ど全部美容ながら、あ、いいですね。あの、響きが全部いいですね。うん、僕はデニ、まあ、デニロー君に提供した曲だと、みなものまにまにまはまんまんっていう、まがこうたくさんある。もにょもにょ。そうそう、もにょもにょしてるやつがあって。なんか、デギーモードバスで、そういうのあったよね。あったっけ、なんか、オーマニオン、オーマニモニオンニモン、マニモニモニモニ。あ、多分キャットウォークかな、その感じは。キャットウォーク、キャットウォーク。オーマニオン、モニ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 みたいなやつ。似合いのミニマンマレイドメガジーンのやつね。そう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 。まあ、あの、あんまりね、ラップの技術論とかについて、こう、ラジオとかで、公にね、してしまうと、まあ、この、マルさん曰く違うな、と思わせてしまうかもしれませんから。そうですね。じゃあ、リスナーについて。リスナーね。リスナーネームとか考えたことなかったけど、うん、あれもね、芸人さんのラジオのリスナーの名前だとか、うんうん、そういうのあるもんね。うん、和牛さんだと、子牛ちゃんですか。うん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 、霜降りさんだと、お月ちゃんだね。お月ちゃん。うん、じゃあ、伊沢のファンは。伊沢の、うん、なんか伊沢の、海関係がいいってことだな。海関係。イワシ、イワシっ子。イワシっ子なんか。まあ、イワシでもいいかな。僕、あの、イワシすっげえ好きで。うん、水族館行くとイワシの大群の前で30分ぐらい経ってるんですけど、ぼーって見ながら、うんうん、イワシのあのね、銀色の体がね、うん、刃物に見えるんですよ。あー、なるほど、ね、こう、うん、ぐるぐるぐるって水槽内を泳ぐ大群の姿が、うん、もう銀色の刃物がビャビャビャって舞ってるようでね、くっそかっこいいんだよな。なのでイワシ、イワシ、あなたたちはイワシです、うん、イワシにすっかじゃん。イワシ。いや、もうちょっとなんか、マークさんあるよ、なんか。俺はね、結構自分の中では固まってたのがあって、うん、いい人たちって。最高だね。いいね、それ。僕はそれ常々思ってるわ。イサナのファンたち、いい人たちすぎるなって思って。うん、すごい、なんか、いい人たちばっかりだなと思って。うん、良き人々だよな。良き人、あ、良き人々にしますか。良き人々。良き人々、これを聞いてるあなたたちは良き人々です。良き人々です。ありがとうございます。これをね、一瞬でもいいから聞いてる人たち、あなたたちはいい人たち、良き人々です、うん。ありがとうございます。ということで。ハンドルネームの由来、まあ、冬さんのハンドルネームって何、僕は、冬、ラップの名前の冬は、うん、とりあえずね、漢字一文字がいいなって思ったんじゃないかな。ああ、なるほど。うん、漢字一文字ってかっこいいなって思って、うん、で、冬生まれだし、うん、暑いのよりは寒いのが好きだなって思って、うん、冬にした気がする。なんか、根拠が弱いな。そう、めちゃくちゃ弱いんだよ。だし、本名の名字にあの東西南北の北の字が入るから、うん、ああそうなんだ、ちょっと、うん、あのだし東北にも住んでるし、うん、ちょっと寒いイメージみたいなので冬で、冬って可愛いじゃん、言葉が冬、冬、なるほどね、うん、だしあとあんまりこうエゴサしないように気をつけようと思って、なるほど、おエゴサが通りにくい名前冬ってやっても絶対出てこないから、自分のこと出てこない、出てこない、うん、だ冬さん、ラップとかでやると出てくると思うけど。困ったんです。一番最初、私の楽曲に、うん、ね、コメントしたね、もらったら、うん、わかるんですけど、あの、連絡先教えてください。アット冬って来たんですよ。うんうん、季節からなんか連絡が来たぞと思って。私は冬を司るものです。あなたの連絡先をお聞かせください。冬を統括し、
せしものからなんか連絡先教えたらカニとか届くかもしれないよねわいいなそれから来て、うん、でニコラップ冬とかで検索してあこの人なんだあ冬って名前だと思って、うん、で恐る恐るメール送ったところから、うん、で強いさんはそうだね、はい、じゃあ私マークの由来は、うん、最初 MK だったんですよ大文字で M と K、うんあ、そうなんだ。うん。で、MCMK って名乗るつもりだったんだけど、うんうんうん、なんかちげえなと思って。うん、MCAT みたいな。なボンバヘ感があるから、うんうん、MCMK はちげえな。うん、じゃあ、MK になんかカタカナ当てるかと思って、マークってすぐ読めたんで、うんうんうん、じゃあマークにしようと思ったけど、マークってハンドルネームも、世界中にうん、もういっぱいいるでしょ、うんまあね、10万人ぐらいいるでしょもう多分ヒロシとかの感じだもんねそうそうそ う, そう だからじゃあ漢字を当てるかと思って、うん、あっ「間」と「悪」でこれどっちも門構えできんじゃんと思って、うんね、でそこで漢字当てて「悪」になったっていう経緯があります、うん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 、はい MK は何なの正直その本名とも違うじゃん今ごまかしてたんですけど、ええ、言いたくなくて当時ね直近ですかこれはいや切らないでいきますかいきます当時、うん、中学生の時あのラキスタが好きでああ、うん、でフィギュアをね、はいはいはい、机に飾ってたんですよ、うんうんうんで机を見たとき、チラッと見たときに、日下部みさおがいたんで。ああ、日下部みさおの MK なんだ。そうそうそうそ う, そう。なるほどね。うわぁ、ここ、ごまかそうとしてたんだけど、マジで。ああ、なるほどね。日下部みさおさんの、から、名をもらってるわけですね。あのマークが、女の子にインスパイアされてて意外な人もね多分いると思いますねマークって字面はやっぱかっこいいよな、うん、あそうなんですかやっぱ自分だと客観視できなくて意外と、うん、マークさんのツイッターのロゴとかあるじゃん、はいはい、あれ書いた時とかも、うん、門構えが揃ってるからデザインしやすかったですね、うん、結構あそうそうあの私がずっとツイッターで今ちょっとあのチミタンが入ってますけどちょっとチミタの除去の仕方が分かんなくてあるあるそういうのあるよねずっとチミタがやるんですけどあのこれ冬さんがねデザインしてくれたものあの、うん、ほとんど一回も変えてないですあの、うん、ありがたいツイッターのアイコンこれ素晴らしいと思ってであのこのアイコンが来たらあマークだって分かると思うんで皆さんも、うんうん、いやーマークさんはマークさんでこうエゴサしやすかったんだけど、うん、あの昔ラットウィンプスがあの人間開花っていう人間開花問題そう漢字4つで人間開花っていうアルバムを出した時に開と開く開花の開くの字がマークさんと同じだったからめっちゃエゴサができなくなったっていう時期があったよなあのあとクリスマスの時期に、うん、なんとかの何時間開催、はいはいはい前言ってんじゃん、うん、生の6時間開幕みたいな感じでしょそうそうね。なるほどね。これも感慨が含まれてるんですよ。うんうん、なるほど、なるほど。そんな文脈に俺を落とし込むっていう。ラッドウィンプスさんももう全然ですよ。私も好きですからいいですけど。その生の6時間ですか名乗って言ったらいいんじゃない、うん、理由聞かれた時に、人間開花から取りましたか、うん、生の6時間開幕から取りましたって言っちゃうって後者後者の人痛いっていうかマジで俺そんな人と会話したくないもんなマジで、うんまあまあ、マーク自体はかっこいいですからね ありがとうございます僕のねあの A の方のタオル丸めちゃおっていうハンドルネームは、はいうんうん、もうめちゃくちゃ気に入ってていい名前だよもう本名よりもねまるちゃんって呼ばれた方がしっくりくるし嬉しいっていうのがあってそれつけた時はねちょうどインターネット大喜利を覗いてた時期でそこにはね結構面白い
ハンドルネーム使ってる人が多くて、あの動詞を含んでるってことですよ。そうそうそう、動詞を含んでるの。あの概念覆すさんとか、概念覆すさ、ね、味がすごいするさんとかあって、その中で自分もなんかこう動詞を使いたいなって思った時に、うん、タオル丸めちゃおうっていうのがパッと降りてきて、うんうんうん、で柔らかくて丸っていうイメージはすごいあったかいし、うん、略した時にタオマルって略すれば略すでかっこいいしみたいなので決めたんだな。なんか一時期タオマル先生のツイッターのバイオに、うん、URL が貼ってあって、うん、そこをクリックするとあのタオル製造会社の画像が出てくるっていう。そうそうそう、あのね、所在地のところなんか、うん、タオルって名前に入ってるとツイッターでタオル業者みたいなのにフォローされるのよ。なんかあ、そう、オリジナルタオル作りませんかとか、そういう感じので、それのなんかタオル工場みたいなのが載ってたから、うん、じゃあ自分もここ出身ってことにしようって言って、所在地のところにタオル工場の URL を貼ってた時期があった、ね、ありましたね、うん、懐かしい時期だよまずハンドルネームについてはそんな感じですかね。で、まあ、ゲームとか、まあ、無人島の話、あのアルバム何持っていくかってちょっと今後またいろいろ聞いてったら変わると思うんで、 あれは言おうとしてたよ、あの無人島に持っていきたい1枚みたいな名前のアルバムがあるんだよ。ラッドウィンプスで確か、無人島に持ってきた一枚みたいなのがあった気がする。それじゃん、うん、それ持ってけばいいかなって結構好きですねあれは。あ、そうです。これあの、はい、あのザ・ブルーハーブのザ・ブルーハーブってアルバムがあって、2019年に出てるアルバムがあるんですけどあの30曲入りっていうすごい時間潰せるね。そう、ずっと楽しめるっていうね。ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドもニトロマイクロフォンアンダーグラウンドっていうのなかったっけ。ある1枚目、1枚目か。ニトロのニトロもあります。ニトロのニトロもありますし、ブルーハーブのブルーハーブもあります。はい、まあまあ、あのその辺の話はね、またおいおいラジオでできればなと思っておりますよ。でもあれだろうな、2人ともライムスターのポップライフは入れるんだろうな。入れますね間違いないですか。違いないですね、やっぱ聞きたいもん、うん、ほとんど病気聞いて安心するんだから、うん、あ、みんな病気なんだなって思うもんねでもなんかこう無人島で1人って時にさ、聞いてやっぱ勇気づけられたいよね、うん、ライムスターの人間参加を聞いて、うん、そう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 、やっぱ Just Do It みたいな、うんうん、曲聞いて、俺は成し遂げるぜ、何かをな何かをなですじゃあ藤井さん、なんかゲームをやってる、うんうん、話してごらんよ。はい、じゃあ僕のね、最近やってたゲームの話なんですけど、はい、インスクリプションっていう Steam だけでしかできないゲームがあるんだけど、うん、それまあカードゲームなんですよね、うん、でカードゲーム、僕 MTG っていうマジック・ザ・ギャザリングっていうゲームやってるんだけど、うん、インスクリプションはカードゲームなんだけど、うん、それよりもっと簡単なのね、ルール的には、うんうん、でそれの何がすごいって、こう、うん、普通のカードゲームってさ、公式が作ったカードしか遊べないじゃん。そうだね。なんだけど、インスクリプションはゲームの中で自分のオリジナルカードみたいなのを制作できるのね。へえ。それで、まあ、あの、運の要素も絡んでくるんだけど、めちゃくちゃ強いカードが作れた時にすごく嬉しくて、うん、これぶっ壊れだろうっつって。で、それを出す。あ、ごめん、あの、それって、モンスターファームみたいなシステムってこと？ああ、例えば、何々の効果を持つモンスターってのがいて、うん、で効果は優秀なんだけど体力とか攻撃力が弱いやつみたいなのがいるでしょ、いるとするでしょ、うんうん、なんだけど特に効果はないけど体力とか攻撃力が強いカードってのがあったりするわけ、うん、それを合体させることができるのね。あ、なるほど。それによってこの効果を持つやつとこいつが合体したら強いんじゃねみたいなのを作れるのがインスクリプションなんだけど、うん、それをね出すときがね遊戯王みたいにやっちゃうんだよね。俺のターン、何々を召喚みたいなのを遊戯王ごっこしちゃうんですよ。やっぱね、男の子、小学校の子みんなね遊戯王とかやったと思うんだけど、それごっこができるんだよね。ああ、
っていうのが非常に面白いっていうので、このインスクリプションおすすめなんですよ、うん、ちょっとね私も今やろうかなと思ってます。私ね、カードゲームの入門としても非常にいいですね。なんかいろんなカードゲームの定番みたいな要素が入ってるから、うん、インスクリプションを学習しておけば他のカードゲームやった時に、あ、この能力ね、あれと同じねっていうのが結構あったりするから、うん、入門としてかなりおすすめですね。もうクリアしたんですか？インスクリプション。クリアしました。クリアしたし何周もしました、うん、ゲーム好きなんだね。マジでインスクリプション面白かった。最高のゲーム、うん、個人的にはゲームオブザイヤーですね、今年の。去年の。あ、本当ですか。うん、そんな感じで、ちょっとしたゲームの話をしたところで40分ぐらいになりますので、はい、まあ、まあ私もね、ゲーム大好き人間なんですけど、うん、アークさんはね長いよ、話し出すと話し出す長いし同じ話してるからあの頃にとらわれてるもんね、結構アークさん90年代から2000年代、あの0年代初期のその10年間ぐらいに私囚われてるんですよ、うんうん、なんか第1回の時もこういう話した気がするな、そう囚われてるんですよ、よくないこと、うんうん、でもマークさんほらスイッチ買ったって言ったから、はい、ついに解放されたんだよね。今もう新時代、今フィットボクシングフィットボクシングフィットボクシング。でも今普通にねポケモンとかブレスオブザワイルドとかやってほしいもんな。やりたい、ね、やりたい、やりたい、うん、ポケモンやりたい、やっぱ、うん、あのかわいいじゃんポケモン。かわいいよ、ポケモン連れて歩けるんだよ、かわいいね。え、普通に今ね剣盾やりたいんすよ。あ、剣盾いいよ、剣盾おすすめ、うん、剣盾買うために、ね、あれいるからね、あの雪のなんだっけ、雪はみちゃんとかね、雪はみちゃんがもそもそしててほしいあのこれね本当思うのが、なんだろう、ツイッターとかに、うん、ポケモンと生活してる系の漫画描いてくださる方がいるじゃん。ああ、うんうんうん。もういいよねあれね。なんかさ、一生会えないと思ってたんだよ俺ポケモンに。会えるんだって、ポケモンと喋れるんだって思って。剣盾はね、しかもあのキャンプっていうシステムがあって。あ、キャンプ。そこでこう持ってるポケモンたちを。バーって放ってボールから出して、うんうん、でなんか猫じゃらしみたいなので触れ合って遊んだりできるんだけど、いいね。そう、猫じゃらしファーってやるとポケモンが興味持ってパシパシってなんかパンチみたいにしてくるのね。それで経験値を得ることができるんだよ。あ、だからそれも得になるんだ。そうそう、あの野生のポケモンをわざと虐殺しなくていい。あ、戦わなくていい。そうそう、もう自分とポケモンだけでこう最高、自主トレみたいな感じで強化できたりする。もうあの玉ざらしと、あ、玉ざらし、ね、雪はみちゃんとか、雪はみちゃんとかのバチングに、うん、バチングにね、とかあとゲンガーが結構好きでね。あ、ゲンガーいいよな。ゲンガーかわいいよな。丸っこくて好き、ね、うん、もうそういうかわいい子たちだけ集めて送る。あのカブルモっていうポケモンめちゃくちゃ好きなんだけど、ちょっと後でマークさん調べてみて、カブルモっていうポケモンがいて、うん、マジで超絶可愛い。今見るよ。あ、本当？うん。カブルモ。いや、そんな。なんでこいつ。なんでこいつ。カブルモ可愛いでしょ。カブルモ今見ました。なんだこいつ。カブルモのさ、画像でさ、ポケモンカードの画像あるじゃん。うん、4番目ぐらい、画像の4番目ぐらいのカブルモのカード見てみて、うん、このなんか絵日記帳のそうそうそう、超可愛くないこれ、超可愛い、超可愛い。こいつキャンプだとさ、とて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 って走ってきて、マジで可愛いんだよ。可愛い可愛い。そう、こういうねポケモンがたくさんいるので、うん、ぜひやってみてくださいね、マークさんも。はい、私もちょっと90年代から囚われずにもっと最近、ね、令和なんでもう2022年になりましたから、うん、じゃあ、この辺でこの辺で、の、はい、バモラジ第3回ですか。3回、お便りありがとうございます。お便りどしどしお待ちしておりますので、はい、ではさようなら。さようバモ、さようバモ。あ、それはなんか嫌だな